後ろを半分に分けます。次に前髪を分け取っておきます。まあ大体そうですね、こめかみあたりぐらいの髪を取り分けて、こんな感じですね。まあ奥行きも大体で大丈夫ですので、だいたい5センチぐらいの奥行きでまとめてゴムで結んでおきます。この時あんまり結び目がつかないように優しくやってください。後ろの髪の毛も半分に分けたので半分ずつゴムで結んでいきます。こんな感じでお下げみたいな感じにして前髪もこんな感じで留めています。次にコテを使っていきます。まず前髪を前に引き出して、毛先の方からぐるぐるぐるっとゴムのところまでしっかりと巻いていきます。この時まあ内巻きですね。で、やけどにだけ注意していただいて、外して手の中で少しだけ冷ましておきます。そして外していきます。で、サイドの髪の毛も同様に、まあ、内巻きでぐるぐるぐるっと巻いて時間を置きます。この時も同様に、やけどには注意してください。巻いた後は手の中に入れて、冷めたら外します。反対側も同様に、毛先から内巻きに巻きつけて、根元付近まで巻き込みます。ある程度時間経ったら外して手の中で冷まします。こんな感じですね。だいたいワンカールちょっとぐらいこうカールがついてる状態になってます。ゴムを外していきます。外したら手ぐしでしっかりと溶かしていきます。よりルーズにしたかったらブラシで溶かしながら形をつけていきます。ここでオイルをつけていきます。毛先の方からつけて表面に向かって伸ばしていきます。全体のバランスですね、まあ、カールの動きだったりとかちょっと毛束感を出してあげてバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。結構前髪のカールも綺麗に出て、下もルーズな動きになってます。結構ほどくことが結構重要なので、前髪のアレンジだったりとか巻き方に困っている方、よかったら参考にしてみてください。シングルピンを外していくと、まずは分け目を取り分けます。だいたい目尻から上に上がったところで、ここからまっすぐに分け目を取るのではなくて、
少し真ん中寄りに斜めに分け目を取っていきます。分け目を斜めに取ることによって前から見た時に分け目が少し隠れてくれます。次は前髪の幅を決めます。だいたいこっち側も目尻から上に上がってきたところら辺で分け目を取り分けます。櫛でしっかりと根元から溶かしていきます。26ミリのコテで前髪を少し浮かせながら根元付近から内巻きに入れていきます。このくらい緩やかな内巻きに入れて毛先はあんまり内巻きに入れないようにしてください。毛先の部分もコテで次は毛先を外巻きに巻いていきます。このくらいのエスカールが出れば OK です。次に前髪を大体でいいので3等分に分けます。3等分に分けた前髪を優しく指で溶かしながら根元を起こして根元付近にシングルピンをつけていきます。このように前髪を立ち上げている状態になれば OK です。軽くドライヤーの温風を当てます。温風を当てたら次に冷風を当てます。次にエルネットスプレーをつけていきます。シングルピンを外していくとこのように立ち上がりが出てます。あとは指で溶かしながらバランスを整えていきます。チア色をつけていきます。あまりベタベタにならないぐらいワンプッシュぐらいでこう前髪のこう毛羽立をしっかりとまとまるようにつけていきます。次に分け目を取り分けていきます。だいたい黒目の外側の位置ぐらいで分けて、この辺りから流していきます。反対側の黒目の位置のところまで分けて一度前髪は下ろしておきます。流す方向のサイドの髪の毛ですねの鉢植えの部分大体で大丈夫ですので取り分けてダッカールで留めておきます。鉢下の髪の毛ですねの、大体でいいですので、耳あたり部分ぐらいの表面のあたりを、3センチ幅ぐらいでまず取り分けます。取り分けた髪の毛と前髪ですねを合わせてサイドのあたりでまとめます。まとめた時にあまり毛羽立ちが出てないように注意してください。次にサイドのあたりで目の少しちょっと下あたりぐらいでゴムで結んでいきます。これで前に向けると前髪が自然に流れてます。この形でも全然問題ないんですけど、少しこの辺に丸みが欲しかったら若干毛先を引っ張って丸みをつけていきます。サイドの髪の毛を下ろして
バランスを整えていきます。こんな感じで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。前髪を作るアレンジ方法になります。よかったら参考にしてみてください。前髪を流す位置を決めます。黒目の外側の髪の毛を取り分けて流す場所を決めます。次に眉間にかかる髪の毛を取り分けていきます。櫛でしっかりと溶かしておきます。分け目のスタートラインが短くなるように斜めに持ち替えます。ここの三角になってるところを切っていきます。眉バサミを使っていきます。カーブになっている方を下に持ち替えて切っていきます。指から出てる髪の毛を指の角度に合わせて斜めに切っていきます。この時結構慎重に切ることをお勧めします。前髪がこんな感じに斜めになってる状態になってます。切ったところの眉間にかかる髪の毛を取り分けて次は縦に引き出します。ここの少し斜めになってるところを切ります。指を緩めないで下に持ってきます。下に下ろすと少し斜めになっているので、それをまっすぐ揃えるように切っていきます。下ろすと少し馴染んでくれます。眉間のところに角っこがなくて自然に流れてたら大丈夫です。切ったところの表面の髪の毛を取り分けてマジックカラーで巻いていきます。下の部分も取り分けてもう一度カラーで巻いていきます。時間を置いたら外していきます。櫛でしっかりと溶かしてきれいに毛流れを作ったらこんな感じで完成です。分けたい位置ですね。で、大体でいいので分け取りますね。まあこの辺りぐらいで。で、今日はカラーでまずやってみます。最初にこの分けたところを一緒に巻いてしまうと、結構ここら辺が結構ボリュームが出てバランスが悪くなってしまうかなと思うので、もうこの毛束の多い方ですねを重点的に巻いていきます。まず半分に分けて少し上気味に向かって髪の毛を持ってきて巻いていきます。その下の段も同様に巻いていきます。で、時間を置いてる間にこの前髪の部分ですねをストレートアイロンで巻いていきます。毛束を取って、ここは本当にあまり巻きすぎないのがポイントですね。どちらかと言ったら結構僕ストレートでもいいかなと思うんですけど、ストレートだとペタンとしてきてしまうというか結構邪魔になりやすいかなと思うので、なるべく毛束を少しだけ持ち上げてアイロンで外に向かってちょっとだけ巻きます。
もうこのぐらいのカールですね。なんか少し横に曲がるかなぐらいの、あの分け目をつけるような感覚で曲げるのがポイントかなと思うので、このままスッと横にするぐらいで大丈夫かなと思います。こっち側巻き終わったらカーラーを外していきます。で、外すとやっぱり結構ボリューム感というかふんわり感が結構出やすいかなと思うので、櫛で整えて丸さというかこう浮きを少し沈めていきますね。こんな感じで結構自然な前髪になってるかなと思います。まずアイロン、ストレートアイロンですね。で、前髪に熱を入れていきます。しっかりと髪の毛がまとまるように熱を入れてください。次にバームをつけていきます。毛束にしっかりとつけて、毛羽立ちがないぐらいまでつけてください。表面とあと裏側、このあたりもしっかりつけることがポイントです。次に前髪の部分の分け目をジグザグにしていきます。指でこうジグザグジグザグとすると、分けるとこんな感じにジグザグになるので、この風に分けていきます。で、分けた前髪を取り分けて、で、横のこの髪の毛も全部上げちゃうと結構お顔が全部見えちゃうかなと思うので、この部分はだいたいこう頬骨とか、まあ目尻ですね、らへんに髪の毛がかかるところはもう置いといてもらって、前髪とこの表面の部分を一緒に分け取ります。ここはもう置いてる状態ですね。で、分け取ったところで後ろに軽くねじっていきます。で、ねじったところでアメピンをつけていきます。ここの毛先の部分とこの根元の髪の毛ですねを同時にこの巻きつけた方向に向かって差し込みます。くさっとするとこんな感じで止まります。止めたところで少しこうピンの部分を押さえながら、ちょっとこう巻きつけたところを少しだけでいいのでボリューム出します。あんまり出しすぎると崩れやすいので注意してください。反対側も同様に、ここに落ちてくる髪の毛は上げないで、その横のこの辺の部分ですねの部分の髪の毛を少し取ってねじっていきます。で、巻きつけたところにピンをこっちの方向に向かって差し込みます。こんな感じで、で、ピンのところを押さえながら巻きつけたところを少しだけボリューム出します。こんな感じで完成しました。もう前髪の部分と表面の部分の髪の毛をねじってピンで留めてるだけのアレンジになります。こんな感じでお送りしました。結構、まあ、いろんな方法があるんですけど、まあ、
今回は長い人と、まあ、前髪目のラインぐらいまでの人の、動画のまとめをやってみました。また中途半端にこの辺の長さだったりとかちょっと顎ぐらいの長さの方もいらっしゃるかなと思うので、それのまとめのやつだったりとか今後動画も作っていきたいと思いますので、まだリクエストだったりとかコメントもお待ちしております。それではまた、さよなら。